視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。今回のお題は未来編に賞付きを700円以下のキャラで攻略、難しいですかね。に賞付きを700円以下のキャラで攻略します。難しいのか。そんなには難しくないと思います。ではGO。700円以下なら壁と向き足だけでもいける気がしますが、どれぐらいのキャラがいるのかを見ていただくために種類を集めました。まあこの編成なら3勝でも勝てるからな。いろんなキャラがいろんな場面で活躍するところを見てください。倍速します。課金キャラを入れましたが700円以下の編成です。1ページだけで片付いたぜ。さあ本番です。かぐや姫は微妙ですが、超激レアの中にも700円以下のキャラはいると教えたくて入れました。レベル10なのではっきり言って期待してません。せっかく編成したのにあんまりだな。働き猫がすぐにマックスになったのは拓也のおかげです。敵を倒すと入資金額が2倍になるキャラだな。他にもそんなキャラはいますが、移動速度とその他もろもろの都合で選ばせていただきました。安いしな。まあ当然そんなに強いキャラではないのですぐにやられますけど、他にも連れてきてるんだから出していかないといけないんじゃ。なんと言いますか、1ページのキャラが都合良すぎてなかなか。せっかくケリ姫連れてきたのにもったいない。後半に出していこうかと。レベル40で移動速度が速く攻撃力1万超えのキャラってすごいですからね。一回攻撃したら次がなかなかだけどな。まあ攻撃を受けたらやられるのでその点は考えません。かぐや姫最初ちょっと使っただけであんまり使わなかったな。効果が意味ないからですよ。ケリ姫と同時に出しましたが、追い詰めてる時に鈍速つけても意味ありませんから。喋ってるうちにアンパンとケットバスがやられたな。まあ射程で負ければこんなものです。700円以下のキャラは結構いますが、一発だけならアンの攻撃力はダントツです。そういう割に出さないな。今出せるようになりました。どちらかといえば弱い敵相手に使うキャラじゃねえか。ヴァルキリーを倒したことをすっかり忘れてました。不満中が邪魔だな。何もさせないようにしますよ。壁にアンを守らせながら次の蹴りを待ちます。拓也の攻撃は城に閉じこもってるやつに届いたみたいだが、城の手前にいたのでしょう。勝利。700円以下のキャラだけで攻略しました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。